アイナル・グリーツ・アイナル・デュリエイは、スウェーデンの植物学者である。植物社会学や、植生学の分野で働いた。ストックホルムのブロまで生まれた。フランスを出自とするスウェーデン貴族、デュリエイ家の家系で、資料会社、ストックホームズ・ベンム・ジョールス・ファブリック AB の社長の、息子に生まれた。1921年に、ウプサラ大学で学位を得て、 ウプサラ大学の講師となった。1922年博士号を得た。ウプサラの植物学博物館の学芸員も務めた。アビスコの自然科学研究所の生物地理学の長を務め、国際的なスカンジナビア全域の植物地理学調査の事務局を務めた。ニュージーランド、オーストラリアなど国外の調査を行った。植物生態学や地理学を専門とし、 ウプサラ大学での植物社会学研究を推進した。1925年に発表した生活系の分類で知られる。ウプサラ大学の植物学の教授となり、1949年にスウェーデン王立科学アカデミーの会員に選ばれた。1912年から1966年の間に約250に上る科学論文を執筆した。植物学者。 古植物学者、セルナンデルの娘と結婚し、三人の子供を設けた。デュリーツは、植物の学名で命名者を示す場合に、アイナルデュリエを示すのに使われる。ありがとうございます。